韓中国へようこそ1月18月日のニュースをお伝えいたします中国共産党の監視に対応するため北京冬季五輪に出場する選手に対しスマートフォンやパソコンなどを持ち込まないよう欧米の五輪委員会が助言しています個人の危機器を通じて情報を抜き取るスパイ行為を懸念した措置とみられます アメリカ USA によると、アアメメリリカカ五輪委員会は機器のレンタルや使いい捨ててを推奨しています。アメリカチームが発表した技術広告ではパソコンと同様に携帯電話のデータやアプリケーションも悪意のある侵入感染データ漏えいの影響を受けやすいことを説明したとイギリスの日曜版大衆紙メール・オン・サンデーは16日に報じました。 同広告では選手、コーチ、トレーナーが北京にいる間はレンタルまたは使い捨ての電子機器を利用するか少なくとも旅行移動前及び移動中に全ての個人データを消去することを推奨していますまたユーザーのリスクを軽減する VPN を利用することを進めています中国に持ち込まれたシステムやデータを保護するために あらゆる安全策が講じられているにもかかわらず中国における全てのデータや通信が監視侵害傍受される可能性があると想定されるべきであると書かれていましたオランダ市フォルクス・クラント」は11日オランダの五輪委員会がスマホやパソコンの持ち込みを見合わせるよう選手に求めたと報じました。 ベルギー五輪委員会も義務ではなくアドバイスとして選手に同様の提案をしていますオランダの五輪委員会とオランダスポーツ連合は選手や広報支援者に携帯電話やノートパソコンを提供し帰国後に破棄するといいますカナダ五輪委員会は北京大会がサイバー犯罪のユニークな機会を提供すると述べ アスリートへの警告をより外交的に行いました大会期間中は個人所有のデバイスを自宅に置くことを検討し大会に持ち込むデバイスに保存される個人情報を制限し常に良好なサイバー衛星を保つなど十分な注意を払うよう助言したオーストラリアとイギリスの五輪委員会も同様の警告を発表したと アメリカ氏 USA TODAY 氏が報じましたイギリス五輪委員会は個人情報の尊重を理由に希望する選手やスタッフに危機を対応しますご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします